俺の名前は田中優斗。色恋沙汰とは無縁の青春を送る高校生だ。一度はデカルトを読んでみようと思ったけど、読めば読むほどただの変人では。そんな俺のクラスには俺とは対照的な色恋の女神がいる。この前いい店見つけてさ、今度カラオケ行かね。テスト対策のノート作っておいたよ。放課後に詳しく教えようか。どうしよう。先輩から誘われてるんだけど。彼女は花園友か。俺のクラスメートで学校一モテる女子だ。俺と、いや俺と、じゃあカフェオレ買ってきてくれた人と過ごそうかな。どけ、俺が行く。元陸上部の俺に勝てるもんか。試してみるか。俺だって元サッカー部だ。元なんだ。みんな頑張れ。何人もの男が彼女に告白しては撃沈し、それでも日を追うごとにファンが増えているらしい。ああいうのを魔性の女というのかもしれない。さてと、ねえ田中くん。あれ田中くん、おーい。ああ、俺、ごめん、よくある名前だから別の誰かかと。学校内でそんな勘違いある？実は二人きりで話したいことがあって、放課後校舎裏に来てくれないかな。ここじゃダメなの？カフェオレ買ってきたぞ。ほら、ゆっくりできないから。人気者も大変だね。わかった、じゃあ放課後に。待ってるからね。誰が一番だ？俺、俺だ、俺。でもカフェオレの気分じゃなくなったからいらない。みんな汗だくだから飲んでいいよ。そんなところが好きだ。陽キャの中の陽キャみたいな花園友香が俺に一体何の話だろう。あ、戻ってきた。田中くんどうだった？放課後に校舎裏に呼んどいた。ま、普通に来るでしょ。めっちゃソワソワしてそう。で、OK されたらどうすんの？即ネタバラシに決まってるじゃん。付き合うつもりは全くないし。罰ゲームなんだから観念しな。いつも強い友香様がまさか10連敗なんてね。珍しい日もあるもんだ。ま、告白されるのなんか初めてだろうし、それが私なら罰ゲームでも幸せなんじゃない？その方がネタバラシした時の顔も楽しみだしね。うわ、性格悪。マジウケる。動画撮っとくね。泣いて喜ぶとこバッチリ収めといてよ。放課後、ごめん待たせたかな。それで話って？田中くん、実はそのあなたのことが好きです。付き合ってください。え？やっぱりびっくりしてるね。このモテ女子の私から告白されて、さぞ天に昇る気持ちでしょうよ。さあ、泣いて喜びながら OK しろ。すみません、お友達でいましょう。なんて実は…断るの？もしかしてよく聞こえなかった？俺のことが好きだから付き合ってほしいって聞こえたけど。バッチリ聞こえてるね。あ、恋愛とか1ミリも興味ない感じ？そんなことはないけど。じゃあどうしてかな。私って結構モテる方なんだけど。みんなが花園さんを好きなことと俺が花園さんを好きかって関係あるの？いや、それは。でもほら、試しに付き合ってみる的な。正直さも誠意だと思うから言うけど、花園さんって苦手なタイプだから。うっそでしょ。俺としては好きじゃないから断っただけのつもりだったけど、学校内では予想以上の衝撃だったらしい。おい、お前、花園さんからの告白蹴ったってマジか？なんでだ？どうやって惚れさせたんだよ。マジ、なんでかは知らない。特に何かはしてない。なんてこった。したって、あの花園友香だぞ。断ることねえだろ。もったいない。興味ないからな。もったいないからって付き合う方がわからない。なんだそれ。なんなら興味あるんだ？パンとサーカス？古代ローマ人じゃん。一方、花園さんのことが気に入らない女子たちは俺に振られたことに盛り上がっていた。うっそでしょ。マジウケる。めっちゃいい顔してんじゃん。ま、さすがに調子乗りすぎたみたいな。いい気味じゃね。それね、逆ハーレムとか作っちゃうの痛すぎ。あのクソ陰キャン、あいつのせいで私の生活めちゃくちゃじゃない。絶対に惚れさせてやる。惚れさせて、夢中にさせて、私しか見えないようにして、その上で立ち直れないくらいバッサリ振ってやる。翌日の昼休み、田中くん、
今日のお昼一緒に食べない？急にどうしたの？サンドイッチ作ってきたんだ。田中くんに食べてほしいのなんて。花園友香の手料理だと？そんな、俺なんて見たこともないのに。まさか実在したなんて。実在しない手料理ってむしろ何？どうよ男どものこの反応。土の子並みよ土の子並み。少しは価値が分かったかしら。さ、食べて食べて。じゃあありがたく召し上がれ。いただきます。うんうん、卵だね。卵だよ。トマトだね。トマトだよ。ちくわだね。ちくわ？え、うちだといつも入れるんだけど変だった？ありがとう、美味しかったよ。え、それだけ？あ、もっと味の感想があった方が良かった。ちくわサンドが思った以上にマッチして。違うだろ、感動があるだろ。感動が、俺なら涙も枯れ果ててる頃だぞ。ちゃんと感謝はしてるつもりだけど。真のモテ男は動じないということか。全部食べてもらえただけで嬉しいから、また作ってきてもいい？いいの、ありがたいよ。心からただお弁当がありがたいと思ってるだけの反応。お弁当くらいじゃなびかないか。次よ次。翌日。田中くん、昨日のアニメ見た？クマすごいよ。あはは、最新話まで全部見たからね。どうしたの急に。田中くんが見てるって言ってたのを思い出して、君と同じ話題を共有できたらいいななんて。それは嬉しいけど、夜更かしは体に毒だよ。フラフラじゃないか。余裕余裕。寝ちゃった。何あれ、頑張りすぎててマジ笑えるんだけど。しょうもなさすぎるよね。男が自分になびかないのがそんなに不満かっての。不満なんじゃない？イケメン見つけたらわざと惚れさせてから振ってるくらいだし。それで嫌われてる自覚あるのかな？あったらしないでしょ。そりゃそうだ、いつか痛い目見るよ絶対。花園さん、どうしてそんなことを？くっ、不覚だった。手料理もダメ、共通の話題もダメ。あと、やつの興味がありそうなことといえば、そうだ、確かサーカスにも興味あるとか言ってたような。よし見て見て、田中くん、ジャグリング覚えた。いや、パンとサーカスっていうのは食べ物とちょっとの娯楽があれば満足だっていう古代ローマの例え話で。あ、だからお弁当もサンドイッチだったんだ。え、そうだったの？綱渡りも練習してたのに。あえて自分で練習する姿勢は立派だと思う。あのさ、一つ聞いていいかな？な、何？わざと男を惚れさせてから次々振ってるって本当？誰に聞いたか知らないけど、面と向かって言う？俺も当事者だからね。勘違いなら謝るけど。いいよ、謝らなくて。本当だから。どうしてそんなことを？自分には価値があるんだなって実感できるからよ。田中くんは自分の価値を確かめたくなる時とかない？別にない。価値判断を他人に委ねるほど飢えてないし。意味わかんない、なんか疲れた。付き合ってくれてありがとう、もう帰る。少し暗くなっちゃったね。危ないから送っていこうか？いい、今は一人にして。気をつけてね。なんなのよ、価値判断がどうとか。私がバカみたいじゃない？でもバカだよね実際。おい、あ、隣のクラスの、何か用？先月振られたが、やっぱり諦めきれない。俺と付き合ってくれ。今そういう気分じゃないんだけど。気分だと？だけ思わせぶりな態度取っといて無責任なこと言うんじゃねえ。何の責任よ、ほっといて。人が下手に出てれば突き上がりやがって。だったら何、襲ってやるとか言うつもり？どうせ遊びまくってんだろ。俺も相手してもらおうじゃねえか。あ、ダメだ、これ逃げられないやつだ。まあ自業自得かな。さあこっち来いよ。残念だけど今は俺が先約だ。え、田中くん。やっぱり心配で追いかけてきたけど正解だったみたいだ。なんだお前、友果のストーカーか。追ってきただけに否定しきれないけど君には言われたくないね。お
俺たちは大事な話をしてんだよ。引っ込んでな陰キャ野郎。田中君、私はいいから逃げて。いいで教養として護身術もかじっててね。素人相手ならどうってことないよ。くそ、調子乗るなよネクラが。花園さん、こんな男にまで好かれることが価値だと思う？俺にはそうは思えない。それは。そんなことをしなくても大丈夫だよ。君の価値は君自身が知っていればいい。そんなこと言われても。今は俺も少し知ってる。努力家なところ、行動力のあるところ、負けず嫌いでまっすぐなところ、他人の評価なんか気にしなくても君の価値はまだまだたくさんあると思う。そうかな。まあ俺が知ってたところでどうってことはないけどね。いいで、もうしないから話してくれ。俺はこいつをどうにかしてから帰るから。うん、助けてくれてありがとうね。じゃあまた明日。また明日か。会えるのがこんなに嬉しいなんて、私どうしちゃったんだろう。数日後、俺がストーカーを撃退したことはどこからか広まっていた。そんなピンチに俺は何もできなかったのか。でも花園さんが無事でよかった。ありがとう田中、ありがとう。たまたま居合わせただけだよ。田中君、ちょっと聞いてほしいことがあるんだ。放課後に校舎裏に来てくれない？いいよ、じゃあ放課後に。待ってるね。まさか。何、まだ罰ゲーム続けてんの？あんまり陰キャを持って遊ぶなって。そんなムキになってどうすんの？真剣だもん。え、あ、そう。ともか、なんか雰囲気変わった？もしかしてガチなやつ？本気って緊張するんだな。今まで告白してくれた人たちもそうだったのかな。それをもて遊んでた私が許されるかはわからないけど、それでも自分で決めた。まずは言う。許されなければそこからだ。ごめん、待たせたかな。話って？田中君、私はあなたのことが。